1980年代から活躍し、特徴的な声で多くのキャラクターを演じてきた大塚芳忠、さん。近年は、鬼滅の刃シリーズやバキシリーズ、エデンスゼロなどに出演し、渋い声を響かせています。今回は、そんな大塚さんの声真似や、声が似ている声優さんについて調べてみました。家族や大塚明夫さんとの関係も、一緒に見ていきましょう。大塚芳忠のプロフィール。愛称、芳忠。本名、大塚芳忠、大塚義忠。生年月日、1954年5月19日。身長、173cm。出身地、岡山県津山市。最終学歴、岡山県立津山高等学校。所属事務所、クレイジーボックス。目次、大塚芳忠の声真似が激似の電車車掌。中野泰輔の声は若い頃の大塚芳忠にそっくり。大塚芳忠の嫁と子供、大塚明夫とは兄弟という噂。大塚芳忠の声真似が激似の電車車掌。大塚芳忠さんといえば、一度聞いたら忘れられない特徴的な声が人気です。鬼滅の刃の鱗滝左近次やバルトの地雷なり、仮面ライダー電王のデネブなど、すぐに声が思い浮かぶキャラクターも多いのではないでしょうか。実は、そんな大塚さんの声にそっくりな車掌さんがいると、声優ファンの間で話題になっています。こちらは、大塚さん本人の声。確かに、話題の車掌さんの声は、かなり似ていることがわかります。語尾や喋る時の癖なども近いものがあるため、ただ性質だけが似ているというわけでもないようです。本当に大塚さんが喋っているように聞こえる部分が多々あるので、大塚芳忠は実は車掌だったのかと勘違いした人も多いのではないでしょうか。動画は数年前のものですが、2021年現在も変わらず車掌を務めているようで、最近のツイートでも話題が出ていました。どうやら、大塚さんそっくりのアナウンスに癒されたり、元気をもらったりしている人も多いようです。大好きなアニメキャラクターに似ている声が響いてきたら、確かに嬉しくなってしまうでしょう。普段は退屈な移動時間も、楽しく過ごすことができそうです。この車掌さんが意識して声真似をしているかどうかはわかりませんが、もし意図的に寄せているのだとしたら、お客さんを楽しませたい気持ちもあるのかもしれません。岡山の電車に乗ると聞くことができるようなので、まだ声で聞いたことがない人は、ぜひ体験してみてください。中野泰輔の声は若い頃の大塚芳忠にそっくり。声優の中野泰輔さんは、大塚さんに声が似ていると話題になっているようです。ちなみに、こちらは大塚さんが1985年に演じていた機動戦士 Z ガンダムの矢山。確かに、中野さんの声は大塚さんにそっくりです。クレジットを見なければ、すっかり大塚さんだと思い込んでしまうかもしれません。中野さんはいろいろな作品に出演していますが、キャラクターが変わっても大塚さんに近い声が出ているようです。キャラクターごとに演技は変えているはずですが、それでも似てしまうということは、もともとの性質が同じタイプなのでしょうか。ゴールデンカムイシリーズの監督を務める難波日俊さんも、
ツイッターでキャスティングの裏話を披露した際、中野さんの声に驚いたことを明かしていました。どうやら、地声からして近いものがあるようです。偶然にも近い声を持っている中野さんには、大塚芳忠さんみたいな演技でお願いしますといったディレクションもあるのかもしれません。大塚芳忠の嫁と子供。大塚さんの奥さんは、2014年に亡くなった声優の柳賀和子さんです。シガニー、ウィーバーさんやジェイミー、リー、カーティスさんの吹き替えで有名な柳賀さんは、大塚さんの先輩でもありました。アニメ作品では、装甲騎兵ボトムズのフィアナ、悠々白書の佐藤黒子などを担当しています。ドラマフルハウスや映画ジュラシックパークは、夫婦で共演した作品です。子供についての情報は出ていないようなので、大塚さんと柳賀さんは子供を作らなかったのかもしれません。大塚明夫とは兄弟という噂。大塚さんには、大塚明夫とは兄弟らしいという噂があるようです。ですが、実際には血縁関係ではありません。名字が同じなので、勘違いする人がいたのでしょう。二人が共演した作品は、2005年のフルメタル、パニック、ザ・セカンド・レイド。大塚明夫さんは主人公、相良宗介の上官であるアンドレイ、カリーニン少佐、大塚芳忠さんは悪役のゲイツを演じています。2013年の宇宙戦艦ヤマト2199では、キャラクターの立場が逆転。大塚芳忠さんはヤマトの技術長兼副長、真田志郎、大塚明夫さんが悪役のエルク、ドメルを演じました。どちらも素晴らしい声の持ち主なので、今後の共演にも期待が高まります。